巡航ミサイルトマホークを導入するという動きをご存知の方も多いでしょう。今回はこのトマホークを潜水艦 533mm 魚雷発射艦からも運用する可能性についてを主題にします。最長で 3000km の反撃能力を持つ長射程弾開発を防衛省が30年計画で開発していくそうです。一認識地対艦誘導弾能力向上型に続いて、島嶼防衛用高速滑空弾もブロック 2A とブロック 2B の2種類を開発するそうです。2022年末、日本政府は、いわゆる安保関連3文書の改定と更新を閣議で決定しました。これによって、すでに懸案となっていた、長距離攻撃可能なミサイル類の開発、及び整備を進めることを改めて示し、防衛政策を大きく転換することになったのです。日本政府は、長距離攻撃が可能なこういったミサイルを、スタンドオフミサイルと位置づけ、自衛隊は、仮想敵国の対空ミサイルの射程範囲外から運用することで、極力、自分たちの損害を抑えようとしています。これらのスタンドオフミサイル類は、従来であれば、長射程という特徴のために、攻撃的兵器と見られていましたが、現在の安全保障環境に鑑みて、必須能力と判断するという、大きな政治判断を下したというわけです。このようなスタンドオフミサイルの筆頭に挙げられているのは、現在、陸上自衛隊が、すでに配備を進めている、一認識地対艦誘導弾を改良し、射程距離の大幅な延伸を目指すミサイルで、能力向上型と呼ばれているのです。現行の人に、1対艦誘導弾は、最大射程距離 200km 弱と考えられているので、現状では、ひいき目に見ても、長射程とは言いかねる兵器ですから、南西諸島の島嶼部に分散して、複数を配備するといった対応が取られています。また、現行の一認識地対艦誘導弾は、三菱重工業者が製造を担っています。陸上自衛隊が配備していることや、その名称からも明らかなように、ミサイル本体を装輪式車両に搭載して運用するという地上発射型の兵器なのです。この能力向上型では、第1段階として約 900km、第2段階では約 1500km ほどの射程距離まで延伸させることが予定されています。運用方式も地上発射型だけでなく、艦艇や航空機へ搭載する方式も開発されることになっています。一認識地対艦誘導弾の能力向上型でも、最も早く開発されるのは地上発射型になる見込みですが、それでも開発終了は2026年度と思われます。この時間の隙間を埋める装備として、アメリカからトマホーク巡航ミサイルの調達も検討されているのです。トマホーク巡航ミサイルは、今から40年以上前の1980年代に、アメリカで実用化されたという歴史を持つ兵器です。段階的な能力更新で、その能力を高め、今もアメリカ海軍の水上戦闘艦、攻撃型原子力潜水艦の対地攻撃能力の中核として、広く運用されているミサイルです。このトマホーク巡航ミサイルの特筆すべき点は、何と言っても、実戦での使用頻度と、その成果が高いことでしょう。具体的には、湾岸戦争やイラク戦争などの中東でのアメリカ軍の戦闘で、大きな戦果を上げているのです。アメリカが、自国以外に、トマホーク巡航ミサイルを供与したのは、これまでイギリス一国のみです。イギリス海軍の攻撃型原子力潜水艦は、通常の 533mm 魚雷発射艦からトマホークを運用する形式を採用しているそうです。
前述のイギリス海軍が 533mm 魚雷発射管から運用する形式のトマホーク巡航ミサイルですが、生産ラインがすでに閉鎖されているので、日本が調達できるのは艦艇に搭載するタイプに限定されるだろうと考えられています。その場合、既存の海事艦艇の中でトマホーク巡航ミサイル運用に準拠したマーク 41VLS 垂直発射管を搭載した艦艇であれば、大掛かりな改修なしで運用可能と思われるので、かなり汎用性の高い運用が想定されます。トマホーク巡航ミサイル自体は、飛翔速度は音速ですから、決して高速とは言えません。なので、今の時代に、海上自衛隊の艦艇が、これを実装したとしても、有効な兵器にはならないという論調の批判も見受けられますが、いささか短絡的ではないかと思われます。現行のトマホーク巡航ミサイルの射程距離は少なくとも 1600km 以上とされますが、敵はそれを迎撃するためのレーダーセンサー類やそれらを用いた警戒態勢を取らざるを得ず、リソースの分散が避けられないからです。日本が配備を目指している国産のスタンドオフミサイルですが、中国の南西諸島方面への圧力増加に対抗すべく、島嶼防衛用高速滑空弾の早期開発と配備が重点的に進められている状態です。この島嶼防衛用高速滑空弾は、極超音速兵器と呼ばれている分野の兵器に該当します。その中でも、弾頭部分をグライダーのように滑空させ、飛行中の軌道を変則的にでキル HGV と呼ばれるものです。防衛省では、2022年12月26日、令和4年度分の事前の事業評価の評価一覧という文書を公表していますが、その中では、新しく開発と整備を進める島嶼防衛用高速滑空弾について、必要性を以下のように記述しています。仮に、日本の南西諸島等の島嶼部に敵が侵攻した場合、敵部隊が装備するレーダーセンサー類や対空ミサイルシステム、及びそれらを輸送する輸送機等に対し、その補給を断つ手段になり得る兵器が必要と指摘しています。その内容は、敵部隊に対して、日本本土から対処可能な長射程と、少なくとも敵の飛走行目標であれば、それらを排除可能な弾頭の威力を持つ兵器で、それこそ、島嶼防衛用高速滑空弾のブロック 2B と定義しているのです。そして、島嶼防衛用高速滑空弾ブロック 2B を使用する全段階として、初動で敵に打撃を与えうる兵器として、一定程度の射程距離と威力を備えた島嶼防衛用高速滑空弾のブロック 2A という二段構えの体制を敷く必要を説明しています。このブロック 2A は、射程距離でおおむね 1500km 以上、飛翔速度はマッハ10以上、配備する場所は本州または九州等が想定されているとみられ、敵部隊への初動攻撃に比重を置いています。そして、島嶼防衛用高速滑空弾ブロック 2B は、射程距離でおおむね 3000km 以上、飛翔速度はマッハ15以上、配備場所は本州または北海道等が想定されていると推測され、そこからでも南西諸島を攻撃範囲に収めるミサイルです。これらの島嶼防衛用高速滑空弾のブロック 2A、ブロック 2B は両方とも地上の車両から運用されるので、自衛隊では自発型と呼称される形式で 2B の能力を一部削減して簡易化したものが 2A という位置づけになると思われます。このブロック 2B の 3000km 以上とみなされる射程距離は、アメリカ陸軍が配備を始めている中距離極超音速滑空ミサイル LRHW の射程距離が 2775km と言われているのに、比べても、
何ら遜色のない数値ということがお分かりでしょう。アメリカ陸軍の中距離の極超音速滑空ミサイル LRHW は、通常兵器による中国との戦闘を想定して開発されたものです。中国本土というより、台湾有事等を想定し、南シナ海を射程距離内に収める位置に配備されるものと推測されています。その場合、沖縄の在日アメリカ軍基地等に配備しなくても、日本の九州や本州に配備すれば、10分その目的にかなうと見られているので、日本の当初防衛用高速滑空弾のブロック 2A も、同じ想定の下で、配備場所が決定されると考えられるのです。現在までのところ、アメリカ陸軍の中距離極超音速滑空ミサイル LRHW が、日本への配備が決定されたという情報は、聞こえてきませんが、日本とアメリカの双方にとって、政治的に都合のいい時期に公表されるのではないかと見られているのです。軍事関係に興味のない一般国民にとっては青天の霹靂と感じられることでしょうね。本当に、そうした事態になったら、日本国内のリベラル派勢力が批判の論陣を張ることは容易に想像できるはずです。聞く力を持っていると自慢する岸田首相ですが、アメリカと協議して、アメリカにとって適切なタイミングを図って公表するのではないかと邪推してしまいます。あるいは、ビッグイベントの時期に発表をぶつけるということもありそうですね。国内へのトマホーク配備といった流れに反対する方々への反論としては、相手が長距離射撃できるスナイパーライフルを装備しているのに、拳銃で立ち向かえと言っているようなものではないかといったものが想像できます。とはいえ、国民の生活や生命に関わる重要なことですから、理由や状況解説、予算内訳など国民に対する丁寧な説明は、面倒であっても手を抜かず、ちゃんとしてほしいと思うのです。